はい、アキラです。今日はすごい中天気いいですね。まあ、今週だとね、名古屋モーターサイクルショーっていうのを開催されてるんですね。東京モーターサイクルショーっていうのはもう終わっちゃったんだけども、名古屋のモーターサイクルショーってなんかね、その独自の地元の団体が開催してて、まあ、名古屋モーターショーっていうのもそこの同じ団体がなんかやってるらしいんだけども、名古屋のショーってね、なんか独自色があってね、面白いんですね。まあ私はね、東京モーターサイクルショーと大阪のモーターサイクルショーは行ったことあるんだけども、名古屋のモーターサイクルショーの方はまだ行ったことなかったんですね。なかなかね、もう今となっては行く機会がないけどね、名古屋のモーターショーって4輪のやつは私行ったことあるんだけども、あそこの名古屋の小会場って、ね、やたら広くてね、東京、その時はね、東京モーターショーで輸入車がほとんど出てなかったんだけども、名古屋の方は地元のでね、外車輸入車デーラーが出展したりしてね、なんかすごい盛況だったんですね。で、名古屋ってね、なんか場所が広いせいかね、なんか個人だとかね、学校だとか、なんかそういう感じのところの出展のブースがあって、なんかなんだかね、文化祭のノリみたいな感じのところもあってね、すごく面白かったんだけども、名古屋のモーターサイクルショーもそんな感じのところがあるのかな、ちょっとよくわかんないけども、結構ね、出店者がマイナーな感じの地元の店が出してるだとかね、そういうブースが結構あったりしたんだね。そういうとこ見るのがね、すごく面白かったんだけども、まあそれはさておきね、まあ、最近のねモーターサイクルショーってね、結構若い人が来てるらしいんですね。まあ一時ね、オートバイに乗るのは年寄りばっかりだとかなんか言われてたんだけども、最近はそうでもないからね、割と若い人も結構乗ってたりしてね、このまま行ったらね、どんどん年寄りになって二輪車市場がね先細りになるんじゃないかとかね、心配してたんだけども、まあある程度は盛り返してきてるのかな。まあ昔みたいなブームにはねならないだろうけどもね、ああいうブームは一過性だからね、むしろ変にブームにならない方がいいんだけども、ただ心配なのはね、これからどんどんねオートバイの値段も上がってきちゃうかもしれないしね、今結構ね東南アジアだとかインドだとかの製造のバイクが結構割と安く入ってきてるからね、まあ、そういうのが受け皿に、まあ、若い人の受け皿になってるんだろうなとは思うんだけども、やっぱ日本メーカーのね正規販売車とかね、結構今高くなっちゃってるからね、日本メーカーもやっぱり東南アジアだとかね、インドだとかそういうところのバイクを入れてね、割と安くやっていこうって努力はねしてるんだろうけども、今またどんどん円安になってきてね、原材料費もどんどん高騰してるっていうからね、おそらくこの先何年かで結構また値段が上がっちゃうんじゃないかなって危惧してるんだけども、どうなんでしょうかね。まあある程度リーズナブルなねモデルがないと、まあそれなりに余裕がある人はね、まあヨーロッパブランドのねリッタークラスとかも新車で買えるんだろうけども、なかなか若い人はそういうのはね手が出ないだろうからね、やっぱ125だとか250クラスのね安いバイクがいっぱい出てきてくれると嬉しいんだけども、そういうのをねもっと見に行きたかったんだけども、まあなかなかねそういうマイナーな輸入車っていうかね、そういうのってあんまり目にする機会ないからね、そういうモーターサイクルショーとかでまとまって見れると嬉しいんだけどね。
ということでね、まあモーターサイクルショー行きたかったなっていうだけの話なんですね。なかなかねショーを見に行くっていうのもね時間が取れなくてね、ということで今回は以上です。はい、ご視聴ありがとうございます。まあしょうもない雑談でしたね。